ジェフリー・スコット、ジェフ・キャメロンは、アメリカ合衆国マサチューセッツ州、アッテルボロ出身のサッカー選手、FC シンシナティ所属。ポジションは、センターバック及び右サイドバック、セントラルミッドフィルダー。元アメリカ代表。2008年にメジャーリーグサッカーのヒューストンダイナモで、プロキャリアを開始する前に、ウェストバージニア大学のウェストバージニア、マウンテニア男子サッカー部及び、 ロードアイランド大学のロードアイランド、ラムズ男子サッカー部といった大学サッカーのみならず、4部に、当たるアセルプレミアデベロップメントリーグのロードアイランド、スティングレイズでプレーをしていた。プロキャリア2年目の2009年シーズン終了後には、リーグのベストイレブンに選出され、2011年シーズンには、ロサンゼルスギャラクシーとの MLS カップに到達した。初期マサチューセッツ州アッテルボロに生まれたキャメロンは、 少年時代にベイサイト FC でプレーし、アッテルボロ高校とプロビデンスカントリーデイスクールを経て、ウェストバージニア大学へ進学した。ウェストバージニアマウンテニア男子サッカー部で2期28試合に出場後、3.24年生時はロードアイランド大学へ過ごすこととなると、すぐさまにロードアイランドラムズ男子サッカー部の先発の座をつかみ、2006年度の NCWA 男子ディビジョンアイサッカーチャンピオンシップで PK 戦を決めてラトガース大学戦勝利に貢献した。2007年にはアトランティック10カンファレンスの年間最優秀ミッドフィルダーショート中部大西洋岸地域選抜の一軍に選出された。また大学サッカーと並行してアセルプレミアデベロップメントリーグのロードアイランドスティングレイズでプレーしており、 日記33試合8得点を記録した。ヒューストンダイナモ2008年度の MLS スーパードラフトで全42順中3順目にヒューストンダイナモから指名されてプロキャリアを開始し3月29日のニューイングランドレイボリューション戦で途中出場からプロデビューを飾ると4月6日の FC ダラス戦で試合終了間際に同点弾にしてプロ初得点を記録した。 ヒューストンダイナモでのキャメロンプロ1年目ながら、シーズン中盤まで主に控えとして過ごしつつ、時には先発出場して、自身の力を証明していったことで10月31日に、ショーン・フランクリンとムホヘリ・ドゥベと共に年間、最優秀新人賞の最終選考に選出されたことが発表された。最終的にデビュー年は、スーパーリーガとコンカカーフチャンピオンズリーグ躍進に、 重要な役割を果たし、リーグ戦では32試合に出場して、MLS カッププレーオフ準々決勝に進出したが、ニューヨークレッドブルズに敗れた。また、リザーブチームの方でも出場して、MLS リザーブリーグ優勝を果たしている。2009年シーズンは、主力として、主にセンターバックとしてプレーし、レギュラーシーズンで1試合を除く全試合に出場して、 再度プレイオフ進出に貢献すると、シアトルサウンダーズ FC 戦で勝利するも、カンファレンスファイナルズのロサンゼルスギャラクシー戦で敗退となった。リーグ戦以外では、サンディで行われたイングランド一部のエバートン FC との MLS オールスターゲームに選出されて90分フル出場した。また、同シーズンのベストイレブンにも選出された。2010年シーズンは、 中盤を務めていたスチュアート・ホールデンとリカルド・クラークがそれぞれ国外移籍をしたことでキャメロンは再び中盤でプレーすることとなり4月17日のチーバス USA 戦で得点を挙げると本来の守備力のみならず攻撃力も披露して活躍を示していたが24日のシカゴ・ファイアー戦で膝を負傷したことで長期の欠場を余儀なくされた膝の手術を受けた後 8月に練習に戻り、5日のモナルカスモレリアとのスーパーリーガで、ブライアン・ミュランに代わって71分から復帰を果たすと、9月25日の DC ユナイテッド戦で、ブラッド・デイビスのフリーキックから頭で得点した。最終的に負傷の影響により17試合に出場機会が限られ、また、チームも7位で終えると、良くないシーズンとなった。 再びレギュラーに返り咲いた2011年シーズンは、負傷の影響を感じさせないパフォーマンスを中盤で示しつつ、ジャーメインテイラーとアンドレーノーが、それぞれ2011コンカカーフゴールドカップに参加するために不在時や、ルイスカマルゴ加入の度に、ドミニク・キニアー監督の要請に応じて務めた、センターバックでも活躍を見せ、レギュラーシーズンを任意で、プレーオフ進出に大きく貢献し、 同プレイオフでは、スポルティングカンザスシティを2-0で破って、MLS カップに到達した。しかし、ロサンゼルスギャラクシーとの決勝戦に先発出場した、キャメロンは、アダム・クリストマンとの競り合いで後方に落下した際に、昨年負傷した右膝を痛めると、ハーフタイム中にキニアー監督と議論した結果、後半も出場することとなったが、ゴール前まで迫ったランドンドの番に、 負傷の影響から対応しきれずに得点を許してしまい、最終的にそれが決勝点となってタイトル獲得とはならなかった。同シーズン中は再びオールスターに選出されてマンチェスターユナイテッド FC と対戦することとなり、ジャミソン・オラベに代わって32分から出場したが、ダニー・ウェルベックのシュートに対して振り上げた足により、ボールの軌道が変化してしまい、失点に関与した。 2012年シーズンは夏に国外移籍するまでの間で15試合に出場した。ストーク2012年7月にイングランド一部のストークシティ FC と移籍金250万ドルで合意に達し,し、8月8日に労働許可証が付与されたことで正式に契約を締結した。ドイツ一部 SPVGG グロイターフィルトとのシーズン前の親善試合で移籍後初出場を飾り、 同試合で活躍を示していたが、ビザの問題から、レディング FC との開幕戦を逃したことで26日のアーセナル FC 戦まで公式戦初出場を待たなければならなかった。日頃から自身の最適な位置はセンターバック、または中盤中央と語っていたキャメロンは、ストークでは右サイドバックで起用されており、当初は不慣れなために、 トニー・ピューリース監督に不満を述べるも却下された。しかし、最終的に最適な位置でのプレイよりも、出場機会を好むとの判断からビデオで日々学んで、いったことで新境地を開拓することに成功し、経験があまりないにもかかわらず感銘を与えるプレーを見せていき、移籍一期目は公式戦38試合に出場し、13位でシーズンを終了することに貢献した。 シーズン終了後、シーズン中のメジャーリーグサッカーから開幕前の状態にある別のリーグへ移動したことで1年半も実戦の状態にあり、シーズン終盤は疲労との格闘に苦労したと感想を述べた。2013から14シーズン前にピューリス監督からマーク・ヒューズ監督に交代したことで自身の最適な位置であるセンターバックで新監督に印象付けたいと。 語っていたが、右サイドバックで起用され続け、2013年9月22日のアーセナル FC 戦で、ストークでの初得点を挙げた。ヒューズ監督の下では、防御面ならずウィングバックのように、チームの攻撃面を支援する働きを見せ、12月21日のアストンビラ FC 戦では、ピーター・クラウチの得点をアシストしている。QPR2018 から19シーズンは、 ゲイリー・ローエット監督の構想から外れたため、クイーンズ・パーク・レンジャーズ FC に期限付き移籍。19試合に出場し、2018年10月6日のダービー・カウンティ FC 戦で移籍後初得点となる、同点ゴールを決めた。2019年7月25日、クイーンズ・パーク・レンジャーズ FC に完全移籍。202021シーズンからは、チームのキャプテンに任命された。 2021年5月13日、MLS の復帰し、FC 新士の木と1年契約を結んだ。2013年、アメリカ代表でのキャメロン2009年1月に、スウェーデンとの親善試合へ向けて、アメリカ代表の練習に初招集されるも負傷により、出場できず、2010年1月に今度は、ホンジュラス戦へ向けて、カーソンでの練習に再招集されたが、 同試合でも出場することはなかった。しかし、2月24日のタンパでのエルサルバドル戦で、ロビー・ロジャースに代わって86分から初出場を飾った。ユルゲン・クリンス・マンシン監督のもとでは、2011年12月に初招集されて2012年1月21日のベネズエラとの親善試合で90分フル出場し、2013年5月29日の ベルギー戦で代表初得点を記録した。2011年の24-20キャンペーン、発表会でのキャメロンセンターバックのみならず、守備的、攻撃的ミッドフィルダーでもプレイが可能な汎用性、高い選手であり、またセットプレイ時には、屈強な体で、マンマークにつき、空中戦で競り勝ってる衛星にボールを処理する能力で、知られる。元アメリカ代表ディフェンダーのアレクシー・ララスカラは、 フィジカルの強さのみならず試合を読む能力や、プレッシャー下でもボールを失わない、精神力の強さ等を称賛され、キャメロンのストークシティへの移籍が決定した際には、イングランドサッカーで成功するために必要な全ての能力を持ち、ストークは満足いくクオリティのある選手を獲得したと ESPN に語っている。ヒューストンダイナモ在籍時の2011年と2012年に、 地元の事前団体へ資金を調達するための社会、奉仕活動2重法20キャンペーンに参加しており、2011年9月には、ヒューストンで、セバン号20を着用して、フィッシャーハウス財団とドナルド・マクドナルドハウスのために、合計2万ドルを調達すると発表し、2012年3月には、白血病ンパシ協会のために2万ドルを調達すると発表した。また、イングランドに移住以降も、 地域社会の活動に参加している。ボストンマラソン爆弾テロ事件の際に現場付近に家族が住んでいたことで恐怖したことを語ったヒューストンライナーもありがとうございます。